とんでもない強肩で、得点を破壊。山、めっちゃ生き生きしてるやん。先制されたから、ホームラン打ってください。今のプレイはさすがに神すぎるだろ、鳥肌立った。捕球から送球まで完璧でストライク返球。坂本のは完全にストライクだったけど、今日は阪神よりの指針だね。それにしても板山は最高。さすがにこの守備は素晴らしすぎる。板山を外野で出場させた立浪は名将ですよ。岡林をセンターに追いやれる守備力や。マジで板山は神なのかもしれない。打撃だけじゃなくて、守備面でも見せてくれる板山は最高や。ずっとスタメンで出てくれよ。板山って素晴らしいな。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。